よいしょ、はやたつだるまチャンネルです。今日はですよ、皆さん知ってくれてるとは思うんですけど、あの渋谷にだし林という4店舗目をオープンしました。7月17日にオープンしてから、まあ、今日が初めて今現場を抜けていてっていうぐらい、毎日朝から晩まで現場に入ってるんで、ちょっと体調崩して声ガラガラで本当に申し訳ないんですけど、あのしっかり YouTube 撮っていくんでよろしくお願いします。まあ渋谷に関しては言えないんですよ。数字とか売上報告とかしたいんですけど、まあ、ちょっと施設との絡みがあって、まあ、家賃の関係とかもろもろ言えない数字が多すぎて、あのいつもやってる売上報告みたいなのに渋谷を入れることは前橋同様できないんですけど、好調です。好調だということを伝えさせてください。まあ、さ、今回に関してはあのクロスさんと前田さんの飲食系の学校に第1期生として参加したことによってお話をいただいて、あの FC 契約という形でクロスさんからあの物件案件を紹介してもらって、クロスさんが今までやってるあの定食業態をあの FC として加盟するっていう形で4店舗目に参加してるわけですけど、ゆっくりスタートしようっていう話で、事前にインスタグラムで告知とかせず、ちょっとずつちょっとずつ改善点を改善してって良くしていこうって思ってたんですけど、あの最初からめちゃめちゃ忙しくなってしまって顧客満足度高くないなと思いながら日々営業してます。申し訳ございません。まずはどれくらい好調かというとですね、7月の売上報告は多分これの次の動画で出す、来週の土曜日に出していこうと思うんですけど、3台以上赤坂未満でした、7月は。っていうのはでも7月はオープンしたのが17日なんで、半月未満の営業で今までの既存店の神田赤坂ぐらいの売り上げができてるってことは、まあ、やっぱり売り上げ高、まあ、渋谷の高立地すごいなっていうところは感じます。あとクロスさんの作ってるこの定食業態はすごいなっていうふうに感じてます。ただちょっとコスパを良くしすぎたっていうのはちょっとありまして、ご飯もいいもの使ってます。卵食べ放題にしてます。鰹節もまあいいやつ、あの鹿児島県産の本枯節にこだわった鰹節を食べ放題にしてます。で、接客のお客さんとの接触頻度を高くして顧客満足度を上げようとしてオペレーションを意図的にちょっと重たくしてます。なんで、まあ、オペレーションがこれがなんかちょっと悪くなってしまっていて、人が足りなそうに見えてむしろマイナスになってるなっていう印象が強いので、ちょっとここら辺は、まあ、従業員のレベルを上げながらオペレーションに関してはまだまだ改善点はあるなっていうふうにこの1ヶ月で感じてます。少し前にレジを第2に変えますっていうふうに伝えたと思うんですけど、で7月から全部第2に変えたんですよ。そうするとお客さんのアンケートっていうのが毎日毎日吸い上げられて、お客さんが思ってる課題っていうのが結構見れるんですね。でこの1ヶ月今経ってないぐらいの8月13日に撮影してるんですけど、この1ヶ月でもアンケート数で言ったら500ぐらいアンケートに答えてもらっていて、まあ、結構こういうところを改善しなくちゃいけないなっていうのは出てきてます。でも、まあ、まずアルバイトが全然慣れてないですし、私自身社員も慣れてないんで、もろもろゴテゴテになってしまってます。なんで卵の補充がうまくできてない、鰹節の補充がうまくできてない、あのやっぱり鰹節なんで舞うんで、アルコールで一応テーブル拭いてはいるんですけど、まあ、拭き残しがあるとか結構細かいことから絶対やらなくちゃいけないよなってことまで結構多くの指摘をいただいてるんで、これ改善しなくちゃいけないなっていうふうに心から思ってます。ただ一方であのいいなって思うところは、第二やっぱりお客さんがあのリピーターとか初回来店とかちゃんとデータが取れるようになってます。でデータ見る限りちゃんと QR コードを読んでくれたお客さんで、リピーター2回以上来てくれてるお客さんが191人います、この今25日営業で。これって結構すごいことじゃないかなっていうふうに思ってます。なので一部の人にはちゃんとコスパがいいお店として認知が広がっていて、まあ、リピーターは確実に取れてるというふうに思います。まあ、ただアンケート結果を見るとやっぱり悪い口コミすごいあるんで、まあ、もちろんいい口コミも多いんで平均点でいうと80点台前半ぐらいになってはいるんですけど、まあ、課題がたくさん見えてるんで、この課題っていうのを、まあ、一個一個潰していかないといけないなっていうふうに思います。株式会社デイジーでは現在創業メンバーを募集します。これからどんどん店舗を出します。優秀なあなたの力が必要です。もし少しでも興味あったらぜひ私にメッセージください。待ってます。だからね、これ面白いですよ。やっぱコメント見てると、一つの商品でもこの商品が美味しかったって言ってる口コミと味が薄いとか、やっぱりなんか好みは分かれるなっていうのがあります。お米は美味しいって言ってくれてる人多いんですけど、なんかお米の
が好みじゃなかったっていう人ももちろん一定数はいますし、まあこれっていうのはなんか難しいなって思いながらも、まあ、絶対やんなくちゃいけないなっていうのは、まあ、なんかいくつかあるんですよね。やっぱりなんかバタバタしてるんですよ、まあ、並んでるんで行列になってしまってるんで、お昼はなかなかみんなが忙しそうにしてるんでおかわりの声がかけづらいとか、なんで今はハンディでおかわりっていうボタンを作っておかわりに気づけるようにしたりとかですね、もろもろ改善点をやっていてっていう感じですね。やっぱり結構書かれてるのが、昨日もそうですけど、これ以上やってくださった方の笑顔がとても良かったのに、中の方が小走りで余裕がない顔だったのが印象に残ってしまいましたって書かれていたりで、余裕ないんすよ。接客を重くしてしまって、今はプラス1本従業員多くして余裕で回そうとしてるんですけど、それでも余裕がないんですよね。やっぱコスパ良くしてる分、人件費率を抑えないと経営としては良くなくて、ただ今の着地でいくと人件費率も 30% ぐらいかかってるような状態なんで、原価が 40% かかってるのに対して人件費が 30% で、施設なんで家賃も売上歩合なんですよ、パーセンテージで移動するんで、まあ、このビジネスモデルだとなかなか今のままのスタイルで行ってしまったら残っても 5% みたいな、そういうビジネスモデルになってしまうんで、あんまり良くないよねっていうのが正直あります。なんで改善していかなくちゃいけないです。確かにバタバタしてるんですけど、バタバタしないで余裕持ちながらも、ただ忙しいみたいな、ちょっと難しいですけど、そういうのを作んなくちゃいけないなって思います。まああとはでも QR コード読み込むのに対してやっぱりまだ東京とはいえハードル高く感じた人は結構いるなっていう風に思いました。だから通信量がとか、いや後ろにフリー Wi-Fi ありますし、今そのなんか画像1枚見るとかで速度とかねえって言われたらって気持ちぶっちゃけありますけど、まあでもなんかそういう意見もあるんだなっていうのは思いました。あとはやっぱりテーブルのセットが雑とか、まあなかなか補充系が補充されないとか、まあ、ご飯の量が少ない、まあそこら辺とかちょっと、あと爪が長いとかね、そういうのはもう変えれないですけど、雇ってしまってるんで、まあで別に私はそれに対して悪いと思ってないんで、変えるつもりない部分もありますけど、まあ、結構マイナスな意見は多いんで、変えるべきところはしっかり変えて、1ヶ月後2ヶ月後 QSC が上がって売り上げが上がって、渋谷やっぱものすごいよって言える動画が出せるように今後私自身も頑張っていきたいなっていうふうに思います。まあ、ただ何ていうんですか、 Google とか食べログとかそんな悪い口コミが書かれてなくて、まあ、第2位っていうそのアンケート機能でやってくれてるんで、まあ、お店にとって別にネガティブな気持ちはそんなにないのかなっていう、まあ、頑張ってって思って書いてくれてる人も一定数いるのかなっていうふうに思ってるんで、このアンケート書いてくれる人には本当に感謝しながら、まあ、これをどんどん改善していいものにしていきたいなっていうふうに思います。なんでもしだし林に来たよっていう人で口コミまだ書いてない人、ぜひ書いてください。 Google とか食べログはいい口コミ書いてくれるともちろん嬉しいですし、普通の口コミは辛辣な意見、もっとこうした方がいいんじゃないっていう意見どしどしもらえたら嬉しいです。やっぱり今まで立ち上げ 1,2,3,4 店舗目となりましたけど、やっぱ売上規模が今までの倍、使う人数も今までの倍っていう、初めて大箱に挑戦して売上高もやっぱり500万ぐらいの売上高の店舗3つだったのが、まあ、初めて1000万を目指す、そんな箱になったわけで、難しいです。だいぶ苦労してます。まあ、私自身の体力的な問題もありますけど、まあ、なかなか、まあ、帰れないですし寝れないですしみたいな生活を続けていく中で、従業員の休みも正直あんま取れてないっていう超絶ブラックな状況に今自分の会社がなってしまっていることを反省しながらやってます。なんで苦労してます、苦戦してます。これからどんどん良くしてやっていかなくちゃいけないですし、こういう店舗をこれからどんどん作っていかないといけないことを考えると、もうちょっと効率よく店舗立ち上げ、もうちょっとちゃんとしっかり店舗立ち上げをやっていかないといけないなって思いながら、まあなかなかやっぱり規模を大きくするっていうことは簡単じゃないんだなっていうのを実感してます。ただこれに挑戦しないと、まあ会社の状況も良くならないですし、店舗ぐらいとかもうちょっと目指している大きいものには届かないと思うんで、どん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 こういう物件をチャレンジしていって、こういう店舗これぐらいの売上規模っていうのを作っていけるように頑張っていこうと思いました。また FC に関してもやっぱり違うと思ったら私はその場ですぐ変えて試したいみたいなタイプの人間なんですけど、まあ お伺い立ててとか、まあ、もろもろ確認が続くんで、なんか思ったようなスピード感で動けないなっていうのはありながら、学べることがたくさんあるんで、まあ、これは良し悪しすごい分かれるなっていうふうに思います。フランチャイズに加盟してみて思ったいいとこ悪いとこみたいなのは自分の中で、まあ、洗い出して別の動画でもあげようかなと思うんですけど、まあ本当にでもやってよかったし、こんななんかでかいところの機会をいただけて本当に感謝しかないです。黒さん、前田さん、本当にありがとうございます。っていうところで渋谷、まあ、ぼちぼちやってます。売り上げはいいですけど利益形態は今全然良くない、まあ立ち上げなんでしょうがないだと思うんですけど、まあ、これを徐々に良くしてって、うちの会社のキャッシュエンジンになるような店舗になれば、これから会社規模を大きくできると思うんで、しっかりやっていきたいと思います。
次は神田赤坂の売上報告の動画になりますんで、7月赤坂なんて店長を渋谷に持ってきちゃいましたから、赤坂の優秀な2人を渋谷に引き抜いて赤坂はどうなったのか見てもらえればなというふうに思います。今日も最後まで動画見てくれてありがとうございました。いいね、コメント、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。渋谷来てくださった方本当にありがとうございます。今日は最後までありがとうございました。ではまた。